朝が来た。第11週。9転び、10起き。第66回。あらすじ。鹿屋炭鉱で、爆発が起こりますが、次郎作は無事でした。元気そうで、よかったです。カズたちは大喜びでしたが、サトシだけよそよそしい感じでした。五代が、これは、事故じゃなく、事件ですと言いますが、朝は、今うちが、せなあかんことは、犯人探すことやのうて、一日でも早うここを復旧さして、もういっぺん炭鉱で働けるようにすることだすと言います。五代は、朝さんがそうしたいんやったら、そないしたらよろし。ほなグッバイと去っていきました。鹿屋へ、朝が戻ってきます。栄三郎は、落盤事故の処理や、甲府たちへの保証金が、えらい額になりますと、渋い顔です。雁助は栄三郎の味方をし、鹿の炭鉱は、もう手放した方がいいのではと言い出します。部屋へ戻って、進次郎は、朝に、負けたこと、あれへん人生やなんて、面白いことなんかあらしまへん。勝ってばっかりいてたら、人の心なんて、わからへんようになります。こら、神さんがくれはった試練だす。七転び、八起きて言いますやろうと、話しました。朝は、お母ちゃんが、お父ちゃんが、言わ、はった通り七転び、八起き、いいや九転び、十起き、思ってふけしまへんでと、千代に語りかけましたね。小吉は、雁助に、九州の炭鉱へ行ってほしいと頼みました。小吉は、私の最後の頼みや。もし、あんたが私の死に目に遭われへんかったとしても、それでも私は、あんたに言ってほしいのやと、必死に話します。雁助は梅に、小吉に何かあったら文を送ってと依頼し、数日後に、向かいました。鹿の炭鉱へ着くと、雁助はさとしのところへ行って、あんた、松蔵やな。待てや。あの頃手代やった雁助や。さあ昔話でもしまひょかと話しかけました。サトシは動揺してましたね。鹿屋では、小吉がうめき声を上げ、倒れてました。大丈夫でしょうか。心配です。続く。